これまでは全体のシルエットについて説明しました。ここから比率や身体の構造を考えてより細かく書き込んでいきます。まず手足の比率についてです。画面に示すように上腕、前腕、大腿部、下腿部はそれぞれ同じ比率になっています。比率を間違えると0時下、これは正面から見た絵ですが、右側は同じ比率ですが長さが短すぎます。また左側は上腕と前腕の比率が違い、違和感があるポーズになってしまいます。また身体の芯には骨があるため自在に変形するわけではありません。身体で動く部分は骨と骨の間にある関節の部分です。これを把握することで違和感のないポーズをつけることができ、ポーズによって上腕と前腕、大腿部と下腿部の長さが極端に違うなどの間違いを防ぐことができます。そして関節は動く範囲や動きに合わせて関係する関節の向きも決まってきます。肘が外側を向いているときは手のひらは下を向きます。もし関節の位置関係などをあまり考えずに曲げてしまうと骨折しているように見えてしまいます。また肩の関節では腕の位置によって関節の位置が違っていることがわかると思います。自然なポーズをつけるために自分や身近な人の関節の動きをよく観察して書きましょう。背骨は図のように身体の中心にあり、連続してつながり S 字のカーブになっています。そのため背骨の可動性は大きく、手足の関節のような直線的な動きではなく、腰や背中の動きは曲線やねじれを伴う滑らかな動きになります。これらを意識して書くために全身を書く場合は関節位置のあたりも入れておきましょう。